どうも、ヤードです。今回もですね、将棋棒実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。初段の方ですね、石田竜が得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら後手番ということですね、今日楽しく将棋棒実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手、石田竜ですね。さあ、早速、石田竜で来ているということなんですけども、まあ、これでですね、軽く銀上がっていって、軽やかにね、あ、これまずいかも。ちょっと待って、一回銀こっちに上がるか。はい、これで、銀引いておいて、あ、取るわけにはいかないか。まあ、これで一回銀上がっておいて、はい。で、こっちに歩打つ。あ、でもこれで回ってこられちゃうから意味ないか。意味ないか。まあ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 、ちょっと駒組みミスってるけど、別に致命傷ではないんで問題ないでしょう。はい、これでいきたいと思います。一回さあ、なんか変な、勘違いがなければまだ生きてるはず。死んではいないはず、少なくとも。はい、これで2分30秒で、ですね、これで銀上がっていって、銀上がってくるでしょこれ、さすがに。であれば、これで銀を飛車にぶつけていってですね、はい、これで、端歩ついていく、でいいのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっと端歩ついてみようか。端歩ついて銀上がっていって、まあこれでどうかみたいな感じですかね。はい、これは銀で取る、銀で取りますか。銀で取っていこう。さあこっからどうなっていくのかという話なんですけども、一回棒銀決めていきたいですね。ちょっと待ってよ、これで一回ここに歩打っておくか。歩打っておくのがいいでしょう。はい、これで、あ、やっべ、間違えた。飛車回ってくるじゃん。危ねえ、なんか気づかれなかった。っすね、今なんか知らないけど、なんかわかんないけど気づかれなかった。はい、これで桂馬跳ねてこられて、桂馬跳ねてこられるんだけど、まあ、これもう一回銀打っとくか、ついでだから。まあ銀打っておいて、一回飛車浮いておいて、まあ、ここに歩打ってもよかったかな、歩打った方がよかったかな。これで一回飛車取っていって、これで王手されて、で、ここに飛車打ちますか。はい、で桂馬来るということなのだが、一回歩ついていって、ここに角打ちたいんだけど打たせてもらえないだろうね。飛車か、あ、飛車に当ててくるってことか。1分30秒。一回竜作っておいて、まあ、ここに一回角打ちますか。角打って、どうしようこれ。いや、まあでもこれで桂馬取るんだろうな。一回はこれで、はい、これでここに桂馬打てるから、まあでも桂馬打っても意味ないか、これ。あんまり桂馬打っても意味ないか。だったらどっちかっていうと歩打ちますか。はい、これでいこう。これで相手桂馬しか持ってないから、できることあんまり多くなくって、この歩打ちが痛いよね、結構ね。この歩打ちは結構痛いはず。さあ、トントンです。いや、ちょっとと金作りダウトか、これ。もしかしたらダウトな可能性あり。どうしようかな。とりあえずここに桂馬打つか。はい、でここに銀打ちなど目指していければいいかなと。あー、切ってくる、切ってくるのも怖い。確かに跳ねてくるの嫌だね。跳ねてくるの嫌なので、まあ、ここに角打ちますか。はい、両サイドから角が来てるんで、相手の王様も結構逃げにくいでしょうっていう話があって、で、
これはさすがに封じですかね。はい、と金で取っていってで、角で出ていくと。はい、これは、はい、これで入っていけるんでめちゃくちゃ厳しいでしょうっていう感じなんですけど、これ詰んではないのか、これ詰んではないっぽいっすね。はい、済ませに行きたいと思います。そろそろ俺は勝負に来たが、30秒。はい、これはさすがに詰んでるかと思います。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。見事だったぞ。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋坊主実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、お相手初段の方ですね、超急戦が得意の方ということでやっていきたいと思います。こちら先手番ですね。今日も京都で楽しく将棋坊主実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型ですけれども、なんか棒銀っぽいですね。はい、なんか棒銀っぽいんで、もう、さっさと棒銀用の受けを、しておいてですね、金が上がってきてるのもちょっと気になりますが、まあ、これで、一回銀出ておいてですね、銀出ておいて、で、一回歩ついていって、はい、これで歩ついていって、はい、これで棒銀決めに行きましょう。棒銀を決めに行く。これが棒銀決まるパターンなんじゃないの？違うの？あー、なるほどね。いやらしいパターンね。いやらしいパターンでしたね、お相手がね。飛車回ってくるのかな。あ、そこか。まあでも相手歩がないから、さあこれで一回金もらっておいて、もらっておいてここに銀打っておきますか。銀打っておいて、まあ、角がこれでどういうね、進み方をするのかという、問題があって、まあ一回これ金で取っておいて、桂馬か、桂馬ね、桂馬、桂馬ね、桂馬、うん、どうなんだろうねこれね。はい、これで2分30秒、1回銀なっておいて金で取っていって、さあこれで、はい、これでと金作っていってですね、まあ、金角もらっておいて、で香車もらうか。これで香車もらっておきましょう。で、まあ、ここに銀とか打ってくるんだったら、この銀とかさ、もう無駄だと思うんだよね。王様から遠いところになってきてもそんなに使えやしないでしょうっていう気がするんで、でここで一回ぶちかましたい、ここへの香車ですかね。はい、まあ狙いは何かっていうと、ここの角打ちなんですけど、バレていきます。バレていく、バレていって2分、ここに角打って、はい、そういうことですね。そういうことで、一回ここに香車、あ、桂馬打ちますか。桂馬打って金取り当てといて、はい、これで銀打てば王手金取りになるんで、まあ、悪くないでしょうっていう話があり、これ金取ろう。さあこれで、これでですよ。うわー、でも駒が微妙に足りてない。駒が微妙に足らない。まあいっか、一回馬作るか。桂馬、これは一回金打ちでしょ。桂馬効いてるからね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。最後はもう完全に、勝利でしたね。お疲れ様です。ありがとうございました。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。 Friend